la mechiere.納期だって逮捕されたアルシルシは現在この間に身柄を拘束されています。ルシは首都エデンへと護送された後正式な処分が下される模様です。偽物じゃねえぞ。政府代表は凶悪なルシに正義の裁きを下す。クライマックスがルシの公開処刑。ファルズを憎む人々は喝采し、ファルシによる支配は盤石となる。ファルシの思惑通りか。だが我々のチャンスでもある。ルシを護送する機関パラメキアの陣頭指揮にはダイスリー政府代表自らが当たっており、ファルスのルシ問題解決への強い意欲を示しています。餌だな、露骨に誘ってやがる。何を。仲間はここだ、助けに来い。俺らを待ち構えてるってわけか。面白い。乗るぞ。に OK、 乗せてってやるよ。準備ができたら出発だ。済んだら俺んとこ来な。
アニラとサッツを助けるのが最優先だ。敵に突っ込むばっかじゃなくて慎重に行こう。ま、俺が言っても説得力ねえけどさ。在庫艦隊は我々広域即応旅団を警戒している。彼らがリンドブルムに気を取られている隙にパラメキアに潜入するんだ。頃合いを見て我が隊も総攻撃をかけ君らを援護しよう。俺たちも命をかける。政府を倒そうぜ。父さん無事だそうです。騎兵隊の別動隊が助けてくれて今は安全なところに。本当は会って話したいけど、進む道は自分で見つけないと。よう、さっさと出発しようぜ。やっとバニラが見つかったっつうのにもう待てねえよ。信したら引き返せねえぞ。こいつでサイコムの補足になります。お前らをパラメキアに配達だ。俺たちは荷物かよ。腐りきった政府へ送るプレゼントさ。サイコムなんか蹴散らしちまいな。他人事だな。相手が何人いると思っている。何百だろうと何千だろうと関係ねえよ。バニラが待ってんだ。大丈夫ですよ。バニラさん、僕より全然たくましいから。怖くないのか？怖いです。でも、一人じゃないから。ライトさんもスノーもいるし、ファングさんも。同じファルシに呪われて、ひどい目に遭ってる仲間です。さあ、青春ごっこはおしまいだ。乗った乗った。なんで俺だけ呼び捨てなんだよ。ダイスリー閣下ご自身がおいでになるとは思いませんでした。アルスの脅威は国運全体の最重要課題だ。指導者が戦いの先頭に立つのは当然だろう。敬服いたします。武士の処刑を楽しめる最上の席でもあるな。いつまでかかるんだ。今識別コードを確認している。さっさと着艦させないとあんたのケツに墜落するぞ。識別コード確認。着艦を許可する。またせやがって。パラメキアへようこそ。行くぞ。
ここで決まりだな。大した敵じゃない。敵意を感じる。
のは無理だな。別ルートを探そう。その必要はねえ。ルート発見だ。行きましょう。Ah!
Thank you.
イメージ通りにできました。また会おう。